皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。鹿児島市の認定こども園で、男の子の首を切りつけたとして保育士の女が逮捕された事件です。事件後初めての登園日となったけさ、保護者からは不安の声が聞かれました。画像、認定こども園で2歳男児を切りつけ、保育士の笹山夏月容疑者21を逮捕。鹿児島市の認定こども園で今月7日、 2歳の男の子の首を刃物のようなもので切りつけたとして、保育士の笹山夏月容疑者21が逮捕、送検されました。男の子は首に全治1ヶ月の切り傷を負いました。事件後初めての登園日となったけさ、保護者と手をつなぎ登園する園児の姿が見られました。保護者からは、笹山容疑者について、他の職員と仲が良い印象だった。 不安の声が聞かれましたそのの代理人弁護士によりますと笹山容疑者のクラスでは4月以降複数の園児が擦り傷や切り傷を受けすがあったということで園は原因究明などを進める方針ですどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう